北柏駅。北柏駅は、千葉県柏市根土寺中馬場にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本常磐線の駅である。駅番号は、JL29。JR 東日本ステーションサービスが受託する、業務委託駅であり、旅客駅には、観光線を走る常磐線各駅停車のみが、停車する。常磐線複々線工事により、 柏駅と阿鼻子駅の貨物取扱いを集約するため、用地を買収して、貨物駅年間20万トンとして設置された。貨物駅の工事は1969年3月より行われたが、柏市、阿鼻子市にまたがる当地は1300年前の宿場遺跡とされる中場遺跡があるため、同年2月26日から6月30日まで文化財発掘調査が行われた。 遺跡が120カ所も発掘されこの間工事が中断したが、貨物駅の開業が遅延すると、柏駅と阿孫子駅構内の複々線化工事に着手できなくなるため、特管工事を行い1970年4月、計画通り貨物駅を開業した。貨物駅構内となる区間には3つの踏切が存在していたが、1969年11月30日に、 ネドニッタ踏切及び手賀沼踏切を廃止し、1970年2月28日に船戸踏切を廃止した。それぞれ、ネドニッタ湖線橋、手賀沼河道橋、船戸湖線人道橋として立体交差化された。貨物駅の建設に伴い、柏市では、1968年12月旅客駅を併設されるよう国鉄に請願書を提出し、 1970年2月9日には、地元関係者による北、柏旅客駅設置規制同盟を設立し自治体と一体となって促進行われ、同年3月設置が承認された。非公式が1970年8月6日に行われ、貨物駅に隣接して建設が始まった。駅の工事費およそ2億3000万円と、駅設置に必要な用地などは、西岸駅として、 地元負担で建設され、1971年4月、常磐線複々線使用開始に合わせ旅客の営業を開始した。島式ホーム一面二線を有する地上駅で、京上駅舎を有する。南側二線の観光線に、ホーム、福音8メートル、長さ220メートルがあり、各駅停車専用となっている。カーブ上に、ホームがあるため、注意喚起がなされることがある。 北側の2線は、快速線で、南側2線より、少々高い位置にある。快速線には、ホームがないため、快速線を通る列車は、旅客の乗降ができない。ただし、快速線は、阿鼻子型にある、列車対比線が2線がある部分が、北柏駅と定められている。一見すると、複線対比型信号場のようであるが、貨物列車。 臨時列車の太平洋三戸方面から成田線へ向かう臨時車、初詣で客を乗せた成田山新勝寺へ向かう列車などの折り返しに使われる。かつて、当駅は貨物駅として開業した。もともと当駅は地下鉄千代田線との直通乗り入れ工事により、柏駅と阿孫子駅の貨物取扱いを集約するための貨物駅として設置されたが、 貨物駅としての役割は1984年1月31日をもって終了した。跡地はマンションや駐車場になっているが、貨車入れ替え用の引上げ線などが残っている。駅構内にはかつて緑の窓口があったが、2006年5月27日をもって閉鎖され、代わって指定席券売機が設置された。北口側は幅4メートル。 長さ104.5メートルの歩道橋上になっており、出入り口は国道6号上り車線側の歩道と国道6号を跨いだ先、旧水都街道沿いの2カ所にある。なお、終電直後から始発までは連絡通路が閉鎖され、通り抜けはできない。2017年9月に旧水都街道沿いの階段に併設するエスカレーターが整備された。2017年、 平成29年度の1日平均乗車人員は19,473人である。首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス TX 開業以前より減少傾向であったが、開業年度の2005年度はさらに3,000人ほど乗降客が減った。JR 東日本及び千葉県東計年間によると、1日の平均乗車人員の推移は以下の通りである。 柏市と阿ビ子市にまたがる根戸地区の南に位置しているが、当駅は柏市側にある。停留所の名称は、南口が北柏駅、北口が北柏駅入り口である。南口にはロータリーがあり、松葉町方面などへの路線バスが発着する。北口は旧三戸街道上に乗り場があり、主に柏駅を発着する系統が経由する。一部系統は、 南口と北口の両方を経由する。また、北口側の坂の下付近に、地金橋停留所もある、東部バスのみ。阿鼻子市、コミュニティバス、阿ビバスは、北口側歩道共同側のロータリー内の、北柏駅北口停留所に乗り入れる。茨城県取手市、森谷市方面とを結ぶ新大利根橋の最寄り駅である。ため、当駅発着での路線バスもあったが、 二千九年十二月二十九日をもって運行を終了した。千九百八十四年に廃止された貨物駅の敷地面積は六万九千平方メートルあり、付接線路の総延長は十七0約八キロメートルに及び、阿孫子駅近くまで伸びていた。駅施設は、低床ホームが三面、小口扱いホームが一面の5番線までの貨物積み下ろし線があり、 当時の新しい輸送方式に適合した低床ホームが採用された。2役設備は近代化に対応した15トンクレーンも装備していた。年間取扱い規模は20万トンあり、開業当初は柏駅の年間3万1000トンと阿鼻子駅の1万5000トンの貨物取扱いを引き継ぎ、常磐線の上り6本下り8本、成田線の上下5本が発着し、 貨物500両分の取り扱いをしていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。